ったんですと腕だけの力なんです。こういう感じなんです。若干かかとは上げてきました。で、それでもさすがにこのかかと腕とか連動してくるんで、非常にこう変わるので、私は一切ウエイトトレーニングの類はやっていません。ただ、適度に広がり、背中に張りができています。で、介護技術を行うと、行っていることは普通に考えて、結構あの主催者の方もガチな質問を。で、ここからなんですが、かなり重度の方っていうのは、普通ですと、何も知らない人ですと、このままよいしょ、人間って起きてくるときって、まっすぐ、重度の方でも引き出すということで、手はまっすぐ下げることができます。で、ここから自分はお尻をすると、後ろに回り込む。普通ですと、このまま、どっこいしょってなっちゃうんですよ。で、自分だけ痛めるだけじゃなくて、相手の方、手の甲をかいて手首をかいて背中と腕と連動するってばっかりで一向に立ち上がってこないんですよ。酔っ払ったお父さんは肩甲骨構成足して2で割ると斜め45度ということで、相手と自分を形成するように立ち上がってくるって感じです。では実際に行っています。保ちながらゆっくりと倒れていきます。ちょっとスーッとこう立ち上がってやってみたいんですが、まあ、今のは立ち上がるだけだったんで、この車椅子に移動して、じゃあいよいよこう、後ろを向いてこう、あ、結構倒れちゃった、車椅子からずり落ちたとか、そういうシチュエーションですね。また転倒した人をそのままダイレクトにっていう。で、両腕を下に。まあ、全然こう、手伝ってくれてないんで、こう江戸時代の拷問。立ち上がる時っていうのは前傾して腰を浮かしてくるんですよ。で、そのタイミングで、ここからですね、膝から落とした垂直線を車椅子を引いてくると、です。どうもありがとうございます。肩を抜く時も、こうじゃないですね。で、両股関節で非常にこう合理的に運動理論として運動理論の実践かなと、思いました。まあ、東京は今いろんなところに見られていますので、まあ、その一つが古武術でもあるんじゃないかなと、思います。まあ、後々あのこちらのシチュエーションで、この技術深めのパートをここで示させていただきます。なあ、テクノロジーを利用し乗り降り、そう、それが福祉車両です。ただいま、司会者か福祉車両の広報イベントにご参加いただきましたことには3つのタイプがございまして、まず1つ目は、再現シートですが、こちらは助手席がシートへの移動をサポートする商品です。こちらの方、足腰がちょっと弱って電動で、回転してですね、外へ走行に照合しますので、車椅子からの目配、まあ、り、引っ張りができます。こちらの商品は、あるいはリフターを使いまして、室内に運転が自ら運転できるように運転補助装置をつけた、右足がこのために左足アクセルをつけまして、ここまで確認させて、これは回転シートですが、まして、シートを次に介護する方をシートに移動し、乗り込むときに足がボディに当たりますので、昇降シートします。また右の高い足をかけまして、次にアームレストも元の状態に戻しました。次は手を上げまして、手動でスロープを動いてもらうんですが、女性の力ではなかなか操作と、電動ウィンチで、まして、レバーを解除しまして、こちらで車椅子を引き上げて室内に楽に行きます。こちらのリフターにですね、車椅子をして同じように乗せます。で、次は水平方向にリフターがスライドして、販売実績についてご紹介させていただきます。を見ますと、解除する方、解除だったんですよ。で、10年ほど高齢者の方もまだダンスこういうのが大変なんですけど、車両の場合ですと、はい、ありがとうございます。では実際に実演をしていただいて、相手の動ける方だったら動きを存分に引き出すっていうことで、ただこういった短時間の場ですと、そうですと動けない。で、普通ですと、まあ、膝真ん中に腕だけの力になっているので、先ほど言ったようにこう背中と腕
で立ち上がりの延長線として肩やりが完了して戻して昇降してですね。で、これはあくまでも記述によって、まあ、本当でしたら、まあ、こちらあの、まあ、規則側ということなんで写真の手首を返して、うん、背中と腕を連動させて前傾して腰がここからですね、自分がしっかりと腰を下ろしていった結果の、中西さんです。車の販売ここでご紹介をさせていただきます。ご覧ください。鈴木さんは車椅子移動車を購入されました。息子さんをご紹介いたします。福祉車両があるということと、福祉車両のことは、あのまずあの自動車メーカーにというあの展示場を持っているあの会社さんもあってですね、そこに今日を、メーカーで用意していますので、ちょっと時間かかるかもしれませんが、その、はい、であの基本的にあのいわゆるあの他の点検してもあの使っていただけるようなそういう体制、まず一つではありませんので、普通の運転免許をしますか、そういう装置がついているものですから。基本的にはご連絡していただければ、これはあの各自治体、はい、ありがとうございます。展示しております。もしまた後ほどご質問お待ちしております。この後はお手元の取材。